皆さんどうもこんにちは。フレームの YouTube チャンネルへようこそ。すいません、ちょっとね、小川があったので、ちょっと水分補給をしてきました。今ね、山の中にいます。はい。今回ご紹介するバイクはですね、私が年越し宗谷岬チャレンジの時でも使用したライトウェイから出てるソノマアドベンチャーをご紹介したいと思います。このソノマアドベンチャーはですね、タイヤのサイズが 650B というものになってます。もう一個違うモデルだと 700C の、ホイールと履き替えることができるので、 650B 使いたいとき、 700C 使いたいとき、ホイールを変えてしまえば 700C も入るというね、すごい万能な自転車になってます。なので旅に行くにしても、まあ街乗りに使用するにしても、700C、650B をね、履き替えることができます。ディレイラーがクラリスですね。もう しかも新型のクラリスです。今までクラリスは触覚があったんですけどね、こう左右からこうピョンってレバーの、ね、内側からピョンってケーブルが出てるものだったんですけども、今はもう中に内装式になったので、すごくねクラリスの割にはしっかりすっきりしたハンドル周りになってます。はい。リアディレイラーもクラリスで、ブレーキが、こちらなんとディスクブレーキです。レバーがクラリスで、ブレーキがテクトロのブレーキになってます。でも自分の握った感じちょっと重いなとは思ったんですけど、シマノの、純正のものに変えたらもっとね効きが良くなるんじゃないかなと思いました。売りといったらなんだと思うんですけども、とにかく穴が多い。まずトップチューブの上にダボ穴があります。2つで、トップチューブ裏に 1,2,3 3つダボ穴があります。そしてシートチューブのところにまた2つあります。そしてダウンチューブの表側にまた 1,2,3,4 4つあります。そしてダウンチューブ裏に 1,2 2つあります。そしてキャリアの穴が後ろに、ね、2つで、ここにも2つ、そして泥除けの、ね、穴もあります。そしてフロント、なんとですね、こちらフォークにすでに穴が開いておりまして、まあ今これつけてるんですけど、ブラックバーンのアウトポストだったり、まあドリンクホルダーをつけることもできます。3つダボ穴が開いてるので、場所をねしっかり移動して、任意のところでつけることができます。そしてフロントフォークのエンド部分にも、ダボ穴がありますので、キャリアも積めるし、バイクパッキングもいける、すごく最強のバイクなんです。私がこの年越し宗谷に行った時に、本当にこのバイクはすごいなと思ったのは、本当にそのダボ穴の量です。ダボ穴がなんでこんなにあっていいのかっていうと、まあ今ねこうやって山の中に来てみても、でそして例えばキャンプ場に皆さんが行かれる時に、水の問題があると思います。やっぱり水道から遠い場所にテントを張ってしまったとか、まあそっちの方が景色いいからそっちの方に行くんですけど、やっぱり距離があるとね、なかなかこう水を運ぶっていうのが大変なんですけども、ドリンクホルダーを今ダボ穴があるところに 1,2,3,4,5,6,7 7個ボトルつけることができるので、 500ml の水のボトルだとしても 4,5,35 だから 3リッター 3.5 リッター水を運ぶことができます。今日も自分今巾着田というところでね、埼玉の奥地でございますけども、キャンプをしてきたんですけども、まあキャンプサイトから、水場が離れてる時にこのボトル2つで、なおかつ今ここにねフレームバッグがあったんですけど、それにかかわらずボトル2つの水でを運んでくることができるという、なければないで別に大丈夫なんですけど、あるとこんな便利なんだなと思いました。ましてやダウンチューブ裏にもうすでにダボ穴があるっていうのは、やっぱりね便利、便利です。でまあこのソノマアドベンチャーのいいところ、まあ3つ挙げるとですね、まあとにかくダボ穴が多いということ、そしてディスクブレーキだということ、3つ目太いタイヤが履けることです。この3つが揃えば大体の旅、エクストリーム系の、まあ、ましてやロングライド系、海外の旅、もう本当に北米とかね、そう砂漠とか走っちゃうみたいなね、ことは可能だと思います。
はい、実際私このそのままアドベンチャーにスパイクタイヤを履かせて、北海道に真冬の年末に400キロ走って宗谷岬を目指すというね、非常にクレイジーな旅に行ってきたんですけども、その時もねやっぱりなんだろう、ディスクブレーキだし、まあ、そういうゆえの安心感はやっぱりありました。このライトウェイのそのままアドベンチャー手に入れたよっていう方、お値段聞いてびっくりしないでくださいね。税抜き8万9800円です。どうしたんだーい。このこんなに揃って、ダボ穴あって、ダイヤがもともともう 650B で太くて、でもうコンポーネントはシマノで代々統一されてて、すぐに乗れば旅に行けるというバイク、こちら89,800円。私が初めてこれを見た時はもう本当に恋をしました。まあ重量としては今 650B タイプのものなんですけど、13キロと、まあ黒森、その辺の黒森とあまり変わらない重さです。さあ皆さんいかがだったでしょうか。このそのままアドベンチャー、ライトウェイさんから出てる本当に素晴らしいエクストリームバイクです。これからまあ春になってキャンプに行ったりとか、まあ夏に向けていろんなとこ遠く行ってみたいんだよなっていう方、手軽にこの10万円以下で、ここまでのクオリティを出してる、このそのままアドベンチャー、ぜひ気になった方はね、下の概要欄に公式ホームページ、貼っときますので、ぜひともチェックしてみてください。この値段でこのクオリティは自分はびっくりしました。それでは、次回の動画もお楽しみに。じゃあね。